いやー、最近はいろんなものが値上がりしてるから、買い物がなかなか大変なんだよな。夏服もそろそろ揃えたいんだけども、セレクトショップのオリジナルとかだと、ちょっと高すぎるんだよな。できれば、ユニクロとかでサクッと夏コーデを作りたいんだけども、どれ買えばいいのかわからない。誰かユニクロの夏服で、ちょうどいいものを教えてくれる人はいないのかなと思っている皆さん。こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、ユニクロの夏服は、この5点だけ買えばいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、 いろんなもものががででですすねね値上がりしている中でお洋服もです、ね、やっぱり数年前よりはちょっと価格帯が上がってるんですね僕は自分のブランドも運営しているので原材料費だとか工賃が上がっていることをですねダイレクトに実感しているわけなのでまあこの値上がりも仕方がないかなとは思うんですねただ服が趣味の方であればある程度投資することはできるかなと思うんですがそうじゃなくて他にも趣味があるんだけどもある程度の着こなしを楽しみたいという方が、まあ、世の中には結構多いかなと思うんですねそういっった方にとっては これ折りまではちょっと出せないけどもユニクロあたりでうまくコーディネート組みたいなという方が少なくないかなと思うんですねですので今回は身近なユニクロの中でこれは結構使えるなというものですね厳選して5つ選んでみましたのでよかったらですね今後の買い物の参考にしていただければなと思っていますちなみにユニクロって結構ですね新作の展開が早いのでもうウェブ上でもですね秋物なんかがちょこちょこと見れる状態になっていますが、まあ、今リアルな季節としては夏物ですねちょっと前の時期にリリースされたものが 多いかなと思うんですが今時期にこそしっかりと使えるものですね今回は選んでみましたのでよかったら今後のお買い物の参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的にユニクロの夏物の中から大人世代に似合いやすいものですね、5点ご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、最近僕も購入したものなんですね。こちらにあるものなんですが、ユニクロ U のオーバーサイズシャツ、ゴブ袖ですね。価格は2990円ということで、相変わらずですね、めちゃくちゃお手頃な価格帯になってるかなと思っております。ユニクロ U のシャツということで、まあこれですね、リリースのタイミングはもうかなり前になるんですね。リリースされたタイ タイミングではまだ半袖シャツってリアルに着るにはだいぶ先かなと思ってたんですがようやく最近になってこういったものが使いやすい季節になってきたかなと思うんですね、まあ、ユニコンには他にもですね半袖シャツいろいろとバリエーションがあってですねこちらのオープンカラーシャツですねこのあたりが大定番かなと思います、まあ、以前の動画の中でもご紹介してるんですが、まあ、今回はちょっと着るだけで旬な雰囲気に見えるような襟型はレギュラーカラーでちょっとこう襟幅もですねしっかりと大きめのものですねこの辺りは まあやっぱりですねユニクロ U ということでトレンド感もちゃんと感じられますしいわゆるセレクトショップのオリジナルの雰囲気とも結構近しいところがあるのでこの価格帯で買えるのはすごく嬉しいなと思いますね、まあ、デザイン自体はシンプルなんですが全体的にサイズ感はですねオーバーサイズに仕上がっていまして僕は M サイズを購入したんですが着た感じはこちらですねこんな形で割とですねサイズ感にゆとりがあるのでトレンド感を楽しみたい大人の男性にはすごく使いやすいようなそんな1枚になってるかなと思いますカラー展開3色なんですが 個人的に調子したいのがこちらのダークグレーですねグレーはベースにはなってるんですがちょっとこうダークグリーンみたいな色合いにも見えるのでこの辺りの曖昧さというのがユニクロ言らしくてすごくいいなと思います重ための色ではあるんですがボトムスをホワイトだとかあとはショートパンツにすることでバランスを取ればですねこういったカラーを夏に着るのは全く問題ないかなと思いますね生地は遠くから見ると無知に見えるかなと思うんですが近くで見ると格子が入ってるんですよねこの辺りも単調に見えなくてなかなかバランスがいいなと思いますボタンまで 丁寧な作り込みしてあってチープに見えるところが全くないんですよねこれは本当に完成度が高いシャツかなと思うので今更ではあるんですがまだ在庫もしっかりとありますし今買うべきユニクロの半袖シャツとしてはこれは候補に上がってくるのかなと思っていますユニクロのオープンカラーシャツはすでに持っていて次にちょっと違ったものが欲しいという方にはかなりこちらのですねレギュラーカラーの半袖シャツが使いやすいかなと思うのでぜひチェックしていただければなと思っています はい、続いて2点目はですね、T シャツですね。今回これいいなと思ったのが、こちらですね。Peace for All T シャツ、ソウルライターというもので、価格は1500円になっています。まあ、ユニクロも結構プリント T シャツいろいろとやってるんですが、結構ポップなものが多くてですね、大人世代が着るにはなかなか難しいかなと思うものが少なくないんですが、こちらは本当に雰囲気がいいので、まぜ、あ、ひ大人世代にもお勧すすめしたいプリント T シャツかなと思います。まずベースは白 T なんですね。これに対して、 長長方形の縦長の縦、ね、写真がプリントされているわけなんですが結構このソウルライター氏のです、ね、写真が好きな方って大人世代には多いのかなと思います写真自体もビビッドな色合いというよりは少し淡い感じですね写真なんだけどもどこか絵画的な雰囲気があってちょっとこの柔らかい雰囲気だとか褪せたような色合いというところがすごくですね大人の着こなしにも調和しやすいかなと思います僕はソウルライターの写真について造形が深いわけではないんですが2017年とか8年ぐらいにですね渋谷の文化 村でソウルライター展っていうのがやってましてそれに足を運んだことがあるんですねちょっとピンボケしたような写真だったりだとか白黒写真の時代から先駆けてカラー写真というものを取り入れたという背景だとかそのあたりも含めて独特な世界観を持ってるのがソウルライターという方なんですけどもこの写真自体もよくよく覗いてみると夏の半袖 T シャツなんですが写真の下半分が雪で上半分が建物という形で左のちょうど真ん中ぐらいにですね赤い服を着た子供なのかなちょっと写り込んでるんですが主題が何なのか がよくわからないような抽象的な写真が多いのが一つの特徴なんですが、こちらのプリント T シャツというのもあえて伝えたいメッセージというのがどんとあるわけではないところが、かえって使いやすいんじゃないのかなと思っています。1枚でさらりと着るのもいいんですが、このようなユニクロの T シャツって割とですね、サイズ感がジャストサイズ気味なんですね。なので個人的には1枚で着るよりはあえて重ね着のベースとして着てちょっとだけ覗かせるぐらいがバランスがいいんじゃないのかなと思っていまして、先ほどご紹介したユニクロ色のですね、 シャツの内側に着てみるだととかかそういいいいった形ががバランスがいいかなと思います僕も今シャツの下にプリントでやつを着てるんですが第1ボタンとか第2ボタン開けるとちょっとだけですねプリントが覗くんですねベースは白なんだけどこの少し覗くか覗かないかでちょっとしたアクセントになったりもするのでまあそういった使い方もできるかなと思いますもちろん通常のサイズよりもワンサイズだとか2サイズ上げて少しゆったりめに着ていただければ T シャツを主役にした着こなしもできるかなと思うのでこれはかなり雰囲気のいい T シャツかなと思います写真のプリントの 下にもちピースフォーオールソウルライターという形でこの首の根元あたりにもプリントが入っているのでなかなかバランスのいい T シャツかなと思いますこれで1500円でなおかつ一部が寄付されるということでかなりバランスのいい T シャツに仕上がっているかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、続いて3点目のアイテムは、ボトムスですね。夏といったらやっぱり欠かせないのは短パンなので、今回ご紹介したのはこちらですね。パラシュートカーゴパンツ、2 9 9 0円ですね。まあ、僕の動画の中では何回かご紹介しているので、すでにご存知の方も多いかなと思うんですが、これ、もう早速活用しているので、僕自身便利さをですね、実感しているんですね。実は昨日までキャンプに行っていまして、まあ、外遊びをしてきたわけなんですが、川遊びする際にもこちらのですね、ショートパンツは抜群にですね、活躍して くれましたこちらのショートパンツに対して足元はですね他オネオネのですねシューズを合わせたりしながら僕はこういったショートパンツを楽しんでいるんですが、まあ、ユニークロの中ではちょっとこうトレンド感強めのですねアイテムではあるんですね割とですね丈の長さも通常のショートパンツよりはやや長めになっていますし裾幅も広めになっているので現代的なシルエットなんですがそのおかげで結構大人世代には似合いやすいかなと思うんですね丈が短すぎるショートパンツだとどうしても幼く見えてしまう あととは清潔感みたたいいなところがが漂いづらかったりすするんですがちょっと今っぽい長さになっていまして膝丈よりはちょっと短いんだけども通常よりはちょい長めというところでバランスのいい仕上がりになってるんですね割と裾幅も大きいんですがこれもだらしなく見えるのは範疇ではないのでそのあたりもバランスがいいです素材にはナイロンタスランを使ってるんですがこの独特のですね凹凸感ですねハードに使ってもシワっぽくならないしそのあたりも含めてなかなかバランスがいいかなと思いますあと収納量が結構多い 多いので携帯とかももちろん入入りますししお財布も入るしそういった点ではすごく手ぶら派にはありがたいショートパンツになってるかなと思います色はですね僕はブラックがおすすめなんですがちょっとこうク黒っぽいような真っ黒というよりはちょっとダークグレーっぽさもあってそのあたりの色味もですね個人的にはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています腰は全部ゴムになっていて着脱もズルッとしやすいですしちゃんとドローコードがついているので割と僕はウエストが緩くて下ずり落ちちゃうこともあったりするんですが,この着物が で結構ととと縛るるることができるのできののそそりも安心しててげるようなそんななん名品かなと思っています、まあ、2990円でこのレベルの短パンが買えてしまうというのはかなり驚きで今年はこれ1本でもいいんじゃないのかなと思うぐらいですね非常にクオリティが高いものなのでぜひ皆さんもですね改めてこちらの短パンチェックしていただければなと思っています はい、続いて4点目はですね、ロング丈のパンツ、皆さんにご紹介したいなと思います。先ほどは短パンご紹介しましたが、短パンだけで一夏を超えるのも、なかなか難しいんですよね。ちょっと小綺麗な着こなしをしたいなという時には、大人世代はロング丈のパンツは、1本は必要になってくるかなと思うので、今回ご紹介したいのは、こちらですね。感動イジーパンツですね、ウールライクということで、価格は3990円。僕が買ったのはですね、ダークグレーになります。これはですね、店頭に置いてあっても、正直地味でですね、見逃してしまいます。 しまうう方が大半だと思うんですねそもそも感動パンツというものはですね割と引きが強い商品で長らく展開していますよね割とこうシルエットは綺麗めな細めのものになっていましてスラックスなので割とですねカジュアルというよりはビジネスカジュアルとかで重宝するようなそういったボトムスのタグになるかなと思います素材もウールライクで綺麗めなんですけどもそのあたりをしっかりと受け継ぎながらも少しサイズ的に緩さを加えたのがこちらの感動イージーパンツになってるんですね正面から見ても後 後ろから見てもウエストに関しては割と通常なんですが横ですねここにゴムを入れているので伸縮性があって割とウエストサイズもですね柔軟に対応してくれるところがありがたいポイントかなと思いますあとは正面ですねドローコードがついていてウエストサイズもギュッと締めることができるので僕もですね S サイズで十分履くことができるんですねこのあたりもありがたいポイントかなと思いますサイズ感は従来の感動パンツよりは少し緩さがあるんですねユニクロのスマートアンクルパンツとタックワイドパンツの 僕の中では間ぐらいの感覚なんですね。適度な緩さがあるので、大人世代でも使いやすいような程よいサイズ感になっていて、これはかなりの名品かなと思います。中でもダークグレーの色合いが良くて、変な光沢感もないし、ウールライクな雰囲気はちゃんと残してありますが、吸水速乾機能がついていて、夏でも履くことができるということ。あと、感度パンツぐらい細身だと、夏だとですね、張り付く感じがしてしまうんですが、そのあたりもですね、風が通り抜けるような余裕があるので、ありがたいポイントかなと思っています。カラー展開はですね、 ネイビーとグレーということで、まあ、どちらもですね夏に合わせやすいような色で真っ黒だとちょっと重たいかなという時にネイビーでちょっと爽やかな感じに振ったりだとかダークグレーでシャープさを出しながらも重たすぎない形にするのか、まあ、そういった使い方ができるのですごく便利なアイテムかなと思いますもちろん夏だけではなくて秋だとか冬の手前ぐらいまでは使えると思いますしもちろん春にも使えるので3シーズンは対応するようなボトムスになってるかなと思います僕もカウンドパンツはすごく素晴らしいなと思うんですがちょっとシルエット的にはリアルにガン 系のものでではないのでこちらの感度イージーパンツの方が大人世代がちょっとだけ今っぽさを出すには使いやすいかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、小物行ってみたいなと思います。今回は珍しくですね、ユニクロのサングラスをご紹介したいなと思います。ボストンサングラス1 9 9 0円ということで、まあ夏には欠かせないような小物になってくるのが、こういったサングラスかなと思っています。まあユニクロのメガネとかサングラスも年々ですね、クオリティが上がってきていて、すごくですね、小物として使い勝手がいいので、まぜ、あ、ひトライをしていただくといいかなと思います。まあ、特に夏場は日差しが強いので、実用としてサングラスを持っておくと、すごく 便利だったりすするんですねただ、やっぱり日本人の方の中にはサングラスあんまりかけないなとか苦手だなという方が非常に多いかなと思うんですね。なので本格的なサングラスを買う前にまずはユニクロでちょっとですね、トライしてみるのが個人的にはいいんじゃないのかなと思います。こちらのボストンサングラスなんですけどもカラー展開3つになっていまして個人的にはダークグレーのですね、フレームに対してちょっとこう濃いめのブルーのですね、こちらのサングラスが使いやすいんじゃないのかなと思っています。まあ、ボストンというのは 形のことなんですが、ちょっとこう丸みのあるものですね。まあ、僕もですね、ボストン型が好きでよく描けているんですが、四角い感じではなくて、ちょっと丸みがあるんですね。そのおかげで強くなりすぎないというところですね。それが僕は使いやすいポイントなのかなと思います。で、フレーム自体の色も真っ黒ではなくて、ダークグレーということで、少し透け感があるようなグレーなんですね。なので、このあたりも重たくならないですし、あとはブルー系のグラスで、ちょっと夏らしいクールさも加えることができるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で サングラスというアイテムは慣れがすごく重要なので、まずはですね、ワンマイル的でもいいので、何度かかけていただいて、このかけてる状態の自分に見慣れることが大事なんですね。最初は違和感があっても、そういうもんなんですね。僕も最初にサングラスとかをかけ始めた時には、なかなか見慣れなかったんですが、それでも結構何度も何度もかけてると、だんだん慣れてくるんですね。あ、こういったもんなんだなっていうのも自分自身も慣れてくるので、似合うか似合わないかは、ちょっと何日かかけた後にですね、判断した方がいいかなと思うので、まずは ユニクロのののののこちちらら価格帯ででで試ししててててみみすすねそれで気に入っっったたゃゃんんととももを買ってみるのもいいいいじななか思ます特に夏の着こなしってシンプルになりがちなのでやっぱりこういったメガネとかの小物を加えた方がちょっとしたアクセントにもなるんですよねファッション小物としても使うことができますしなおかつちゃんと紫外線を防いでくれというのも僕たち世代にとっては非常に大事なことだったでするのでまぜひこういったサングラスもですね気軽に取り入れていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロの夏服で大人が買うべき服5000というテーマでお届けをさせていただきました。どれもですね、鮮度が高いというものではないんですが、改めて見てみると、これは夏には活躍するなというものが多かったんじゃないのかなと思っています。個人的にはユニクロ U のですね、半袖のシャツだとか、ショートパンツ、このあたりがリリースからだいぶ経っていますが、今時期だからこそめちゃくちゃいいなというのを実感してるんですね。普段から気軽に使いやすいですし、トレンド感ですね。 通常のユニクロのラインにはないような今っぽさというところも捉えた商品なのでこの辺りを使ってみるのもいいかなと思いますまたソウルライターの T シャツなんかも結構ですね写真好きの方にも受けるかなと思うんですがそうじゃない方であってもシンプルに写真自体の世界観がとても素敵なので非常に大人世代にも合いやすいかなと思うんですね価格帯も安くてなおかつですね寄付の要素も入ったものなのでぜひ、まあ、皆さんもトライをしていただきたいなと思っています、まあ、今回はアイテムに特化した形でユニクロの夏服をご紹介しましたがまた別の機会ですね 全身ユニクロ夏コーデみたいなものもやってみたいなと思っていますのでそちらも楽しみにしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして皆さんからいただい ご質問に直接お答えする子たでワイワイ楽しくやっていますので気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらは動画じゃなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので 気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。